どうも皆さんこんばんは、セルジオでございます。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日は久しぶりのイベントレポート動画をやっていきましょう。6月の2日3日、こちら東京で開催されましたアードベックデーイベントでございます。今回はヘビーベーパーのウイスキーが新たに登場しましたので、そのプラネットアードベックのイベントへ行ってまいりました。その様子を紹介していきましょう。はい、やってまいりました東京原宿、台風でございます。大雨の中初日のアードベックデーイベントに行ってまいりました。この怪しげなネオンに引き込まれるように入り口へと入っていきます。受付がすごくおしゃれでしたね。このレセプションと書かれておりまして、アードベックの周りピューリファイヤーが取り外され、そしてこの重たい蒸気ヘビーベーパーが出来上がるということで、このチケットをいただいて飲んでいきます。いやー本当にね、いいイベントでした。雨なのか結構人の流れも緩やかで、そんなに並ばずにどこも飲むことができましたね。会場の中はこんな感じです。結構人も来てましたけど、そんなにぶつかり合うほどの混雑ではなかったです。グッズ販売もすごくスムーズで、前から3番目くらいでサクッと買えました。このね、グッズ販売の受付もいいですよね。事前にこのボードを渡されて、欲しいアイテムに数字を書いて渡していきます。決済方法はクレカなども使えましたので、すごくスムーズで便利でしたね。今回はアードベックのコースターも売っていて、これがとっても可愛かったです。中央にあるあのアードベックの A のマークのやつですね。こちらは売り切れてました。そして物販で購入し終えた後はドリンクコーナーへと移っていきます。いつも通りアードベック10、アードベック5年ウィービースティーですとか、それに加えて今回の限定品のボトルなども並んでおりました。はじめはアードベック10のハイボールでスタートしていきます。やっぱり人に作ってもらうハイボールとなりますと格別に美味しいですし、こういう専用のイベントで同じウイスキーを飲むとなると、その美味しさは2倍、3倍、4倍と跳ね上がっていくんじゃないかなと思います。さて今回こちらのスナック、なんか宇宙食みたいですね。中にはナッツやチーズだったりジャーキーなども入ってました。これがアードベックと抜群の相性です。そして今回の会場が地下とこの1階部分ということで2つに分かれてまして、地下の方にはトークイベントのステージだったり、それからカクテルブースがございました。このね、地下に進む道もなんだか怪しげでいいですよね。未知の惑星に降り立つ、そんなワクワク感がかきたてられます。さらに進んでいきますと、この中の展示もね、すごくユニークでアメコミの世界観のようなものが広がっていますので、一緒に見ていきましょう。さて地下にやってまいりました。アイラ島らしき美しい情景と可愛らしいポップなデザインです。いいですね、本当にこの一つ一つのデザインのこだわりと、ポップなデザインなんですけど、この近未来的なね、アードベックのプラネットアードベックのロゴのこのね、コントラストがいいですよね。そしてここからがもうアメコミゾーンと言いますか、ちょっとね、USJ っぽいですよね。こちらがステージでございます。1階にいた時はあれあんまり人いないなと思ったら、地下にたくさんいらっしゃいました。もうお客さんがもうね、もうごった返してましたね。そしてトークイベントがあった後はこのステージのところでずっとテイスティングのムービーが流れておりました。そしてこんなところに恐竜の卵らしき物体もありました。後ろを見ていくとね、この一つ一つのデザインのこだわりとセンスがすごいですよね。なんだか近未来な感じと思わせておきながら、ちょっと太古な雰囲気もあったりと、とてもね、いろんなこの場所ごとのキャラクターのデザインが可愛くて、ちょっとキモカワなこのキャラクターとかもいいですよね。いい味出してます。さらに地下に行きますと、この地下でしか飲めない特別なカクテルがあるということで、私もここで飲んでいきました。またね、この真っ赤なカウンターかっこいいですよね。ここでは同じようにアードベックの5年や10年だったりも飲めるんですけれども、なんといってもカクテルがね、すごく人気でよく出てました。ここでは美味しくウィービースティーのハイボールを一杯いただいていきまして、これでアードベック10ウィービースティーと制覇したので、残すはカクテルと、そしてヘビーベーパーですね。この後楽しみにまだまだ見ていきたいと思います。ここでも美味しくハイボールをいただきました。このあたりもね、なんだか USJ 感とちょっとアメコミとかそういう雰囲気がありますよね。今回のヘビーベーパーのモンスターが映ってます。これは1階にあった展示です。一つ一つの展示がおしゃれですよね。ここまでのこのこだわりようというか、アードベックの毎回楽しませてくれるこの世界観の美しさと面白さ、最高です。続いてはこちらのプラネットアードベックの大きなね、ビジュアルでございます。インパクトありますよね。この奥にいるベーパーのモンスターも存在感を放っていますし、今回のデザインのコンセプトがこれでよくわかりますね。なんともまがまがしいデザイン、重たいこのアードベックのピューリファイヤーを通さない蒸気がモンスターのように描かれております。これが地下の様子なんですけれども、完全にアメコミの世界ですよね。一つ一つのデザインとか、あとはこのテイスティングノートとかがキャラクター化していてですね、戦隊ものみたいになっていたり、あとは自分の顔をはめて写真を撮ることができるようなデジタルのブースがあったりとか、かなりね、いろいろとこう飽きさせない工夫がありましたね。見てるだけでなんだかワクワクしちゃいます。
トークイベントが終わった後は皆さんおのおのいろいろなブースで写真を撮ったりですとか、ドリンクを引き続き味わったり、さらに物販のブース並んでいたりと、いろんな場所でね盛り上がってましたね。そしてこちらがそのアードベックカクテルでございます。その名もジーニーズトフィーということで、名前とこのね色味も美しいですね。レシピに関してはアードベック10をベースにアマレット、チョコレートビターズ、ライムビターズ、それから岩塩なども使っているというカクテルで、プレミックスされた状態で氷を入れてすぐに提供できるようになっておりました。なので全然待たずにすぐ飲めましたね。これがねすごく美味しかったですね。アマレットの優しい甘みとライムのこのビターさだったりとか、それぞれのこのスモーキー、甘み、ビターさのバランスが良くてスルッと飲めちゃいました。でも結構酔っ払いましたね。さて場内を引き続き見ていきます。ちょっと肝皮なキャラクターがいろんなとこにいたので、その子を収めながら、いやーかっこいいですよね。ちょうどお客さんが引いてきたタイミングだったので、それぞれのブースを全体像を撮ることができたんですけど、もうこれだけでもずっとね写真に撮っておきたいくらい綺麗です。またアイラ島らしきところを周遊していきまして、もうね後半の時間だったのでかなり人も引いて静かでしたね。多分雨もあるので皆さん早く切り上げた方も多いんじゃないかなと思いますけども、プラネットアードベックのいろいろなこのねブースをじっくりと舐め回し散らかしながら写真も撮り散らかしてまいりました。さて今回のメインイベントでございます。それが今回のテーマになっているアードベックヘビーベーパーですね。こちらのコミッティリリースはいただいたんですけども、通常のね加水版は飲めていなかったので、ようやく初対面でございます。ちょっとテイスティンググラスに似ているこの可愛らしいカップで用意いただきました。もうねこの辺りがスモーキーな香り漂ってますね。いただきます。ありがとうございます。メニューもねこのなんていうか惑星感、銀河系な感じの雰囲気もあって、なんともね神秘的な要素もあったりで可愛いですよね。一つ一つデザインいいなぁとね、もううなりながらテンション上がっていただいていきました。今回のヘビーベーパーの加水版の方はですね、結構甘みをしっかり感じましたね。ドライとかスパイシーとかっていう部分よりかは、なんだかこうミルクチョコレートを味わっているかのような滑らかさ、それからハーバルでスパイシーなキャラクターもあって、スモーキーフレーバーガツンとよりかは飲んだ時のまろやかさやコク、そしてチョコレートのような甘みというのが印象に残りました。あとはなんか牧草地の湿った牧草地みたいな、ちょっと青々とした香りもありましたね。さて最後の締めでございます。コミッティリリースの会員はですね、一回ガチャを回すことができるんです。今回当たったのはなんとピンバッジです。可愛いですねこれ何かにつけていきたいなと思いました。ありがとうございます。ということでこのガチャも大人気で、最初行列ができてました。コミッティ会員になることでもらえるという、ありがたいですね。今回は心も満たされ、お土産で心も満たされ、最高のアードベックデイベントでございました。雨は大変でした。さてイベント動画いかがでしたか。お楽しみいただけましたでしょうか。実際イベント行けなかったという方にも少しでも体感いただければと思っております。そしてでは毎年このイベント動画恒例の戦利品紹介やっていきましょう。はいドン。ということでもうね袋が可愛いですよね。可愛すぎますねこの色味、深い緑色と、そしてこのヘビーベーパーのねこの黙々の蒸気が描かれております。取り出していきましょう。なんといってもイベントといえばこちらですよね。ということで T シャツ買ってきました。いやー可愛いですね。なんかここがねちょっとツヤツヤした触り心地なんですよね。すごいここが表面のねプリントがツヤツヤしていて気持ちよさそうです。これまだ着てないので、またちょっとねイベント行く時とかに着てみようかなと思います。裏面はこのようにプラネットアードベック2023と書かれております。そしてもう一つ、一つしかねグラス持ってなかったので、アードベックのテイスティンググラスもう一つ買ってまいりました。中を開けるとちゃんとねこの蓋の部分、リッドがついてるのがいいですよね。テイスティンググラスはこんな形でございます。基本的なねチューリップグラスの形になっていて、さらにこれ前蒸留所で買った時はついてなかったんですけれども、この注ぐ量のねメジャーがついてますね。メモリーが、これ分かりやすくていいですね。この形、そしてこのロゴ、アードベックのテイスティンググラスということでね存在感もあります。蓋をするとねこういった形で香りを逃さずに最後まで時間をかけてじっくり楽しめる、とってもいいグラスだと思います。今回はね大雨の中の開催ということで、なかなか行くのも大変だったんですけれども、雨だからこそなのか意外と場内は静かで落ち着いてましたね。そんなにこの人同士がぶつかるぐらいまでの混雑ではなかったですし、イベントの物販のところもすぐに並んで前から3番目くらいだったので、全然列もそんなにできてなくてスムーズに買うことができました。おそらく台風とかの影響で電車が遅れたりとかもねいろいろあったのかもしれないですね。何より印象に残ったのがやはりこちらのヘビーベーパー。私が変えたのはこれコミッティリリースのカスクストレングスのパターンのやつなんですけれども、実際のイベント会場では通常のねアルコール度数で出されていましたので、そちらも飲んでまいりました。黒いラベルの方です。では最後にこちらのヘビーベーパーをね美味しくいただいていきたいと思います。皆さんもアードベックデーのことを振り返りながら、
そして行けなかった方は今日の動画でね、ちょっと体感していただきながら一緒に乾杯していきましょう。さて、それでは準備完了いたしました。こちらアードベックヘビーベーパーカスクストレングスバージョンのこのコミッティリリースをね、いただいていきましょう。色味はやっぱりアードベックらしいすごいこの明るい淡い色味ですよね。こちらをいただいていきましょう。やっぱりこのグラスの中でウイスキーを回していきますと、この垂れてくる液面がね、結構ゆったりと落ちてくるんですよね。かなりねオイリーでコクのありそうな感じがこれでも伝わってきますね。それでは今日も一日お疲れ様です。乾杯。では香りから。本当にピスタチオとかを乗せたあのプレートのチョコレートみたいなイメージがありますかね。ちょっとこの青々とした香りだったり、すごいローストの香ばしい香りもあります。他にも結構爽やかなハーブ系の香りも見えますかね。かすかにミントだったりとか、なんだかこのまったりと甘い香りとスモーキーフレーバーの奥にちょっと清々しい香りも見えてきて、いやー、このヘビーベーパーいいですよね。ではいただきます。口に含むとやっぱり結構スモーキーフレーバーがもわっとね口いっぱいに広がりますし、どこか白胡椒とかね山椒みたいな、そういうピリッとくるようなスパイシーさだったりとか、山椒のあのパウダー状の香りみたいなね、そういうニュアンスもありますし、さらに口に含むとちょっとミントとねホワイトチョコレートを合わせたような、そういうクリーミーでちょっとミルキーな甘みもありますし、余韻は意外とスパッと切れるような感覚はありますね。じわじわと口の中にいっぱいにスモーキーフレーバーがこう蓄えられて広がっていって、そこにちょっとスパイスやハーブだったりとか、ややチョコレート系の甘みだったりっていうのが見えてきて、かなりリッチでしっかりしてるんですけど、どこかねこうしっとりとした舌触りで、なんだかストレートでもあんまり飲みつかれない魅力があるなと思います。ここ最近のアードコアだったりとかアードベックの8年とかと比べていくと、私はここ最近の中ではね好きなアードベックだったなと思いました。実際イベント会場で飲まれた方、そしてコミッティリリース飲まれた方、どんな感想を持ちましたでしょうか。ぜひコメント欄に書いていってください。またイベントに参加した方のね感想も聞いてみたいので、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。はい、ということでこのように私のチャンネルでは家飲みの楽しみ方、美味しいハイボールの作り方、テーマ予算別、ウイスキーまとめ紹介といった動画数々上げております。 YouTube 以外にも音声配信のボイシーや Twitter、Instagram などもやっておりますので、ぜひ概要欄コメント欄の方からチェックしてみてください。またこのヘビーベーパー単品レビュー動画でね解説しているものもありますので、こちらも概要欄からチェックいただきますと嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。今日も良い家飲みライフを。またね。ハッピーアドベックタイム。